はい、さて、まあ、今回お互いゴールキーパーなんですけど、2人にキーパーになったきっかけ聞きたいんですが、まあ、多分最初からキーパーって人はあんまりいないのかな。よく例えばほら、お前背大きいからさとか、人数いないんだよ、キーパーいないんだよ、やってみないっていうので始めた人が多いのかなっていうイメージなんですけど、古川選手は？僕は小学校の時、はい、小学校1年生でアイスホッケー始めて、うん、でそうですね、最初は普通にプレイヤーやってたんですけど、うん、まあ、やっぱりそのアイスホッケーのゴールキーパーって一人だけなんか違うじゃないですか、格好とかフォーム違いますね、はい、うん、やっぱ小学生の時はやっぱそなんか人と違うってかっこいいみたいな、あいうのちょっとあったんですよね、うんうん、僕の中で、うん、でしかもそのめちゃめちゃシュート止めてる先輩とかチームで見てた時に、うんうん、やっべかっこいいみたいな、あでもずっとコーチとか親にもうキーパーやりたいキーパーやりたいって、1年間ぐらいもうだだこねてたら、うん、なんかある日練習の時にヘルメットかぶらされて、お前キーパーやれみたいな感じで始めました。楽しかった、その時は。楽しかったっすキーパーやりたいって言うんじゃなかったっていうことはなかったですか？なかったっすね。キーパーはプレイヤーと防具違うということは、うん、かかるものもそうですね、桁違いですよね。感謝です、うん、フルセットっていくらぐらいなんでしょう、うん、いくらするんすかね。うん、十、まあ結構もう70、80ぐらいするんじゃないですかね、そのプロモデルとか買ったら、うん、ヘルメット、まあプロテクター、パンツスティックも違いますからね、ゴールキーパーはね。そうなんですか。もっとあの幅広な、そうですね、うん、スケートも違いますしね。ああ、あれ全部つけては何キロぐらいでしたっけ、ゴーリーの。いや何キロっすかね、なんかだんだん軽くなってるんで。ああ、まあね、素材が良くなってますよね。20とかあるんですかね。20キロ、金子選手20キロつけてプレーできます？やったことないですよそれでだって動くんですよ、うん、僕これですから、ね、これだけでグローブするぐらい、はい、ですよね。スパイクってキーパーのスパイクっていうのあるんですか？あー、なんかありますね。なんかかかとがちょ、かかとのポイントがちょっと高いやつだったり、なんか勝手に前傾姿勢が取れるみたいな、へーのはいくつかあるとは思いますね。なるほど。履いたことはないんですけど。うん、そっかそっか。はい、じゃあ金子選手はどうしてゴールキーパー？まさに亮さんが今おっしゃったように、あ、先に行っちゃった。小学校1年生からサッカーを始めて、うん、まあ、試合をするってなってキーパーがいないということで、うん、一番背がでかかった僕が渡されてグローブを。当時は、まあ、やりたいっていう気持ちもやりたくないっていう気持ちも多分なかったと思いますね。ただ淡々と渡されたからやってたら、うん、まあ、次第に、まあ、シュートを止める嬉しさだったりとか、まあ、今おっしゃったように周りとは違う、うん、まあ、道具だったりとか、うん、そういうのに、まあ、惹かれてと言いますか、うんうんうん、まあ、そういったことで、まあ、キーパーやりたいという気持ちが芽生えてきて、うんうん、まあ、もうキーパー以外のポジションは、まあ、できなくなったというか、まあ、キーパーまあ、たまにあったのかな、フォワードを 点取りたくなった時期というかまあたまにあった、その記憶があるんですよね。で親に、うん、まあ、怒られたりとか、お前どっちなんだって、あーキーパーで行くのか、はい、いや戻るのかどっちかはっきりせえみたいな、はい、あでも、もう僕自身も、まあ、キーパーで行くということで、うん、まあ、今に至るまでキーパーを続けさせてもらって、へ、まあ、当時の僕にキーパーグローブ渡してくれたコーチがいなかったら今の自分もいないので、あ、まあ、当時の少年団のコーチに、うん、今は本当に感謝しています。へ、そうなんだ。サッカーはキーパーは
プレイヤーとは違う色のユニフォーム着なきゃいけないですよね。そうですね。バンラレスタジアムを緑にとかって言っときながらキーパー違う色です。赤なんですよね。アウェー黄色ですしね。はい。まあ、確かに目立ちますよね。確かにね。そうですね。目立ちますね。ユニフォーム違いますからね、色がね。確かにまあ金子選手が緑のユニフォーム着てる姿は全く想像できないです。多分緑似合わないと思うんですよね。山田健二さんとか見てきたらだからすごく違和感とかありそうですけどね。はい、そうかそうか、はい。じゃあ続いてですけれども、まあ2人とも競技は違えどポジションは同じ、そして、大学を卒業して、まあ、プロ1年目、まあ、社会人1年目ですよね。まあ同級生の皆さんはもう社会人になってお仕事して、まあ、ルーキーなわけですけれど、なんか大学生からこう、まあ、社会人プロ選手になってなんかこう一番変わったことって何かなと思うんですが、東洋大学出身、はい、古川選手はどうですか？そうですね、まあまず授業がなくなって授業ないですね。もうなんか一応なんか授業ない大学の部活みたいな感じなんですけど、うんうんうん、でもプラスでやっぱこのチームはなんかその TSR 活動で保育園訪問、はいはい、幼稚園訪問だったり、うん、スケート教室だったり、はい、あと地元の子供たちを教えるそのスクールだったり、うんうん、あとはまあ仙台にまあ週1回ぐらいで行く時もありますし、うんうんうん、まあ授業がなくなった分その他のまあなんていうんですかね、うん、その地域に貢献する活動って言いますか、うん、っていうのがすごい増えて、うん、まあそうですね、忙しさは、うんうん、まあどっこいどっこい、うんうん、感じで、でも本当にやっぱりその地域の方々と、うん、そのまあ触れ合う機会が多かったり、その子供たち教えるっていうのを通して、うん、やっぱすごいやりがいっていうのもありますし、うんうん、まあ大学からそのこのアジアリーグっていうのはやっぱ一番その今まででそのカテゴリー変わるとき、うん、一番そのなんていうんですかね、競技のレベルがぐんと上がったって言いますか、うん、本当にサイズも一気にでかくなるし、うん、シュートも速くなるし、うん、テクニックもすごいしで、うん、本当に考えてプレーしなきゃそのすぐに入れられるっていうか、油断したらもうすぐ入れられるっていう状況で、うん、もちろんなんかその結果を残せなければカットっていう、うん、そうですね、こともあるんで、まあ、日々プレッシャーと、まあ、戦いながらっていうのもあれですけど、うんうん、まあ、楽しいけどもその結果を残さないといけないんだっていうことがあるんで、まあ楽しいっす、うんうんうん、はい、そうですね。子供たちにこうスクールとかで教えるのってスクールとか、まあ、スケート教室とか、はい、あとその幼稚園保育園行って体を動かすのとか、こう子供たち相手するのって慣れました？もう、そうですね、最初に比べたらだいぶ慣れました、うん、本当ですか？いや最初はもうどうしていいか分かんなくて、あ、なんかもう本当緊張して全然喋れなかったりだったんですけど、うん、まあ、だんだんその接し方も分かってきて、うん、今ではすごい楽しくできてます、うんうん、はい。じゃあ同じく仙台大出身、はい、バンラーレ金子祐希選手、どうですか、大学生からプロになって変わったこと。まあ、やっぱりサッカーの部分で、まあ、大学時代も意識高く、うん、練習でも雰囲気だったりとか練習の質も高くやっていたつもりだったんですけど、うん、まあ、バンラーレに加入して、まあ、それがまだまだ足りてなかったことを、まあ、痛感させられましたし、うん、まあ、まだ大学時代の僕はそんなまだまだな
人間だったなっていうのを八戸に来て感じましたし、まあそうですね、そのサッカーの部分が一番変わりましたね。まあ学校生活も比較的自由だったんで、自分の体のケアだったりとか、まあ筋トレだったりとかに重きを置いてたんで、まあ八戸に来てからちょっと時間がなくなってで、まあ、なかなかできる機会もなくなったんですけど、まあ、大学生活みたいに、まあ、保証されてるわけではないと言いますか。そうですね、まあ、やっぱりプロになると首がかかったりとか自分の生活がかかってくる中で、まあ、そういった意識も、まあ、まだ来た当初、八戸に来た当初はまだ持ててなかったと言いますか、まだ学生気分が少し残っていた実感は去年ありますし、まあ、そういったサッカーの部分が一番大学生活より大学生活とは大きく変わりましたね。あのベテラン選手とかめちゃめちゃ朝早く来てますよね。はい、一応決まりは去年のシーズンの場合は何時ミーティング開始、何時にはいなきゃいけないって感じだったんですか。まあ、8時45分練習スタートの時は、まあ、大体15分前だったのかな、8時半頃。そうですね。めちゃくちゃ早い人って何時ぐらいから来てるんでしょうね。7時お前とか7時前はいたと思いますね。集合時間の約2時間前ですか。一番早い人誰でした。一番早い人、まあ、近くん、あ、近石哲平選手、はいはい、とか力さんとか花田選手が早かったと思いますね。何してるんですかね。ストレッチとかなんですかね。そうですね、ストレッチとか体ほぐしたり、まあ、ちょっと補強メニューということで体幹とかやってたりしてますね。7時前。はい、まあ金子選手何時に来ますかとは聞かないでおきます。フリーブレイズは平日練習ある日って何時までにまずいなきゃいけないってあります。8時にミーティングあるんで。8時ミーティング。8時、とりあえず最悪8時までには来てなきゃなんなくて、うんうん、でまあ早い人だったら7時ぐらいから体動かしてっていう感じですかね。早い人は誰ですかね。そうですね、畑さん、あ、郷さんとか、うん、大宮さんとか結構早いですね。やっぱり意識高くしっかり準備してもう練習に臨めるようにしてるんですね。そうですね。すごいなって考えれば、じゃあ何時に寝るんだろうとかね、うん、あるでしょうね。多分もう真逆だったんじゃないですか、生活スタイルが。だって、アイスホッケー東洋大学の場合はすごいなんか遅い時間とかだったでしょう、練習。いやではない。はい、うん、もう今の練習時間とほぼ一緒ぐらい。午前中でしたか。はい、うん、仙台大サッカー部は授業やってからか。そうですね、うん、夕方4時から練習でしたね。うん、うん、ですよね、はい、授業やってから練習とかだったら まず練習からですからね。はい、うん、そうかそうか、はい、じゃあ早起き今年も頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。、はい、朝夜は何でもないです。